トランスフォーマーバンブルビーバンブルビーは同名のトランスフォーマーのキャラクターをベースとした2018年のアメリカの SF アクション映画実写版トランスフォーマー映画シリーズの第6作目にあたるスピンオフ及び前日端として開発されたが後にフランチャイズのリブートと宣言された監督はトラビスナイト脚本はクリスティーナ・ハドソンが務めヘイリー・スタインフェルド ジョンシナ、ホルヘ・レンデボルグ・ジュニア、ジョン・オーティスらが出演する。舞台は映画シリーズの第一作であるトランスフォーマーの出来事から20年前となる1987年のカリフォルニアで18歳の誕生日を迎えた少女、チャーリー・ワトソンが主人公。2018年12月3日にベルリンでプレミア上映され、2018年12月21日に 米国で劇場公開された。全世界で4億6800万ドルの工業収入を記録し、フランチャイズ作品の中で最も低い工業収入となったが、工業的には成功を収めた。批評家からシリーズ最高の作品との評価を受け、アクションシーンやスタインフェルドの演技、1980年代の設定や懐かしさを称賛され、 トランスフォーマー全作品の中で最高の評価を得た。続編のトランスフォーマービースト覚醒は2022年6月24日に公開予定。惑星サイバトロンではオートボットとディセプティコンが戦争をしていた。劣勢の状況を立て直すため、オプティマスプライムは B-127 に地球駅、オートボットの勢力を立て直すための拠点として、 守るように命じる。B-127 は、米軍が訓練している森に落下し米軍に追われ、行動入り口で軍と退治、そこに追ってであるディセプティコンの一体ブリッツウィングが現れる。ブリッツウィングの襲撃を受けた B-127 は、音声機能を失ったが、戦闘機に変身したブリッツウィングのミサイルを使い撃破。トランスフォーマー同士の戦いに巻き込まれた。 米軍部隊は全滅、隊長であるバーンズは破壊された車の中からトランスフォーマーの爆発を見る。B-127 は近くの川辺のキャンプ場まで逃げ、意識が朦朧とする中、ビートルをスキャンして活動停止する。遊園地の売店でアルバイトをするチャーリーは18歳の誕生日に普段、 自動車の中古パーツ探しで出入りしているボート、修理工場から誕生日プレゼントとして、無料で廃品置き場にあった黄色のフォルクスワーゲンビートルを手に入れる。自宅のガレージに入れたところ一部の部品が落下したので、ビートルの底部を覗くと、ロボットの顔が見え、ビートルはロボットに変身した。チャーリーはこのロボットに、バンブルビーの名を与える。チャーリーの林下に住むメモはチャーリーに気がある。 そしてある日、イオ、決してデートに誘いに、チャーリーのいるガレージを訪れ、バンブルビーと対面し、チャーリーから、バンブルビーのことは誰にも内緒にと約束させられる。セクター7は飛来する2体の非生命体を察知する。バーンズは、その2体シャッターとドロップキックと対面する。パウエル博士は、シャッターの言う、自分たちディセプティコンは、平和維持軍で、 戦争犯罪者であるバンブルビーを捕らえに来たとの話を信じセクター7本部の研究所へ連れて行く。シャッターとドロップキックはセクター7のコンピュータと通信衛星や電話を利用してバンブルビーを探索しチャーリーの家でコンセントにプローブを突っ込み感電してトランスフォーマー特有の信号を発したバンブルビーを察知する。セクター7はその情報をもとにチャーリーとメモの乗る。 黄色のフォルクスワーゲンを包囲し、バンブルビーは関連銃で撃たれ、意識不明となり捕らえられる。シャッターとドロップキックは捕らえたバンブルビーを拷問し、オプティマスプライムのホログラム映像を見て、オートボットの集合値が地球であると知る。シャッターは、米軍の設備を使用して、応援のディセプティコンを呼ぶことを、ドロップキックに話す。その会話を聞いていた。 パウエル博士はバーンズにそのことを知らせるも、ドロップキックのブラストで消滅する。シャッターとドロップキックはブラストでバンブルビーを射殺し、軍のアンテナ施設へ行く。その様子を隠れて見ていたチャーリーとメモは、倒れたバンブルビーの蘇生を試み成功。そこに、バーンズの率いる部隊が到着。チャーリーを乱暴に扱うバーンズに怒ったバンブルビーは、部隊を無力化し、 チャーリーを連れシャッターとドロップキックを追う。アンテナ施設でシャッターは送信準備に取り掛かり、ドロップキックはバンブルビーと戦う。バーンズもヘリでシャッターの動きを邪魔しようと試みるもブラストで撃墜されてしまうが、鎖でドロップキックを破壊したバンブルビーがヘリを受け止め、地上への激突は免れる。チャーリーは、分電盤に取り付けられたディセプコンのエネルギー装置を、 取り外すべくアンテナタワーに登りこれの取り外しに成功するも怒ったシャッターが変身した戦闘機の機関砲の車線上に捉えられるがヘリを抱えたままのバンブルビーの放つブラストによって助かるシャッターはバンブルビーを襲うがバンブルビーはブラストによってドックの壁を壊しドック内に係留されていた大型船がシャッターを押し潰すタワー上からその様子を見ていたチャーリーは バンブルビーを助けるべくドックに飛び込む。そしてチャーリーとバンブルビーは岸壁に戻ってくる。バーンズは米軍に追われる。逃げろ。地球を救ってくれてありがとうと言って見逃す。ゴールデンゲートブリッジの見える丘でチャーリーとバンブルビーは別れる。別れる直前にバンブルビーはカマロをスキャンし変身する。自宅に帰ってきたチャーリーは迎え出た家族に感謝する。 運転で追手を巻いてくれたロン、抜け出す協力をしてくれたオーティス、そしてメモが来る。二人でゴールデンゲートブリッジの見える丘に行き話をする。メモがそっと手を繋ごうとするとチャーリーは、それはまだ早い。という。その頃、オプティマスと合流したバンブルビーは、自分を B-127 と呼ぶオプティマスに、 チャーリーからもらったラジオを通して、私の名前はバンブルビーと答える。今作では、オプティマスをはじめ、前シリーズから登場するキャラクターのデザインが変更され、有機的な風貌と異なり、初代アニメシリーズに酷似した風貌となり、隕石に変形するプロトフォームは登場せず、スキャン前の状態もカラーリングは同じで、カラーが違うマシンをスキャンしても自身のカラーが、 反映される描写がある。シャッター、ドロップキックといった3種の形態を使い分けるトリプルチェンジャーが登場するが、実写一作目での基本設定時点でトランスフォーマーは、もともと過去にスキャンしたもののデータを任意に引き出して使用できる能力があるため、やろうと思えば、一応複数の形態を使うことは可能とされる。オートボットディセプティコンマーティンショートが声優として、 出演することが発表されている。ナイキの創業者の息子で、久保、久保日本の県の秘密の監督を務めたトラビス・ナイトが本作の監督を務める。主演は、スイート・セブンティーン・モンスターや、トゥルー・グリッド・ピッチ・パーフェクト2などで知られるヘイリー・スタインフェルド。作品の舞台は1980年代のアメリカとなる。全米公開日は、 当初2018年6月8日を予定していたが、同年12月21日へと変更された。2018年6月5日には予告編が公開され、2018年7月21日には日本での公開が2019年春になることが発表された。また、2018年8月3日にはアニメ版トランスフォーマーシリーズでバンブルビーの声を担当する。 木村良平のナレーションから始まる日本版特報が公開され、2018年9月24日には海外版最新予告編が公開された。さらに、2018年11月16日には日本での公開日が2019年3月22日に決定したことが発表され、2018年11月20日には日本版の予告が公開されたほか、 2018年12月13日には新たな予告編が公開された。2018年12月1日に幕張メッセにて行われた東京コミコン2018内で行われたスペシャルトークショーで現田鉄章がオプティマスプライムの吹き替えを続投することが発表された。新年となる2019年1月1日にはバンブルビーが 新年の挨拶をする特別映像が公開され、2019年1月18日には、木村がバンブルビーの日本語版吹き替えを担当することが発表されたほか、2019年2月1日には、土屋太鳳と子孫純が主役二人の吹き替えを担当することが発表された。また、2019年2月7日には、かねてからトランスフォーマーシリーズのファンを公言していた結城葵。 シャッターの吹き替えをアニメトランスフォーマーアドベンチャーシリーズでサイドスワイプの吹き替えを務めた浜野大輝がドロップキックの吹き替えをそれぞれ担当することが発表された。2019年2月13日には監督のトラビスナイトやキャストスタッフが本作について語る特別映像が公開され、2019年2月21日には 日本語吹き替え版の予告編が公開された。アメリカ国内での公開発集の成績は2、165万4、47ドルで3位となった。日本での公開発集の成績は、観客動員数12万人、工業収入1億7300万円で4位となった。ありがとうございます。